こんにちは、のりこです。今日はヨガエクササイズのレッスンをしたいと思います。いつものレッスンよりも少しだけトレーニング的な要素が多くなります。体を動かしたい時や鍛えたい時におすすめです。それでは早速始めます。それではおへそを中心にして体の中心線にかかとを前後に並べます。内くるぶしが上に向くようにして、どちらの足が前でも構いません。ではかかとを一つ体に引き寄せます。上体を前に倒してお尻のお肉を外に出します。左右のお尻を均等に床につけて、そのままゆっくりと骨盤を立てます。骨盤が安定したら息を吸いながら上体を上に引き上げて、吐きながら肩と肩甲骨をリラックスさせます。それでは両手を体の前で組みます。息を吸いながら大きく伸びをします。息を吸い切って、口から息をあーと吐いて下ろします。吸いながら肩と耳を近づけます。息を吸い切って、口から息をあーと吐いて下ろします。それでは両手を胸の前で組んで息を吸います。吐きながらゆっくり両手を前に伸ばして背中を丸めておへそを覗き込みます。大きな木の幹に抱きついているようなイメージで、背中と肘は丸く、首の後ろはリラックスです。肩甲骨と肩甲骨の間をしっかりと開いて、背中全体を広く保ちます。では吸いながら骨盤を立てて背骨まっすぐ、そのまま両手を天井に伸ばします。手のひらを上に向けて気持ちよく伸びをしましょう。では次の吐く息で両手を大きく広げて背中の後ろで組み直します。吸いながら肩甲骨と肩甲骨の間を真ん中に寄せて、手首同士を近づけます。肩を外に開いて胸の中心を正面に近づけていくようなイメージです。では次の吐く息で両手を体側に下ろします。吸いながら右手を天井に伸ばして、吐きながらゆっくり上体を左に倒します。お顔は首がきつくないところに楽に向けます。斜め上でも正面でも床でも構いません。右のお尻が床から浮かないようにお尻を安定させたまま、腰から体側を伸ばして肩はリラックスです。では吸いながらゆっくり上体を起こして、吐いて下ろします。反対です。吸いながら左手を天井に伸ばして、吐きながらゆっくり上体を右に倒します。お顔は首がきつくないところに楽に向けます。左のお尻でマットを押しながら体側をもう一つ伸ばして、肩はリラックスです。では吸いながらゆっくり上体を起こして、吐いて下ろします。では両手を体の前についてお尻を安定させます。一度息を吸って、吐きながら手を遠くに歩かせて上体を前に倒します。おでこは床につけてもつけなくてもどちらでも大丈夫です。お尻を下げて肩と指先を遠くに伸ばして、腰を長くストレッチです。では吸いながら手を手前へ手前に引き寄せて上体を起こします。はい、起き上がってきたら四つん這いになります。肩の真下に手のひらが来るようにして、足の幅は骨盤幅程度です。ではまず虎のポーズで体幹を使います。一度息を吸います。吐きながら右手と左足だけ前後に長く伸ばします。右手はだいたい床と平行で大丈夫です。おへその下に少し意識を向けて、体の中心部分の筋肉を使うようにして、右手左足長く伸ばします。呼吸を繰り返しましょう。
では、次の吐く息で右肘と左の膝をお腹の下で近づけていきます。背中は少し伸ばして、お腹は縮めるようにしてキープしましょう。ナイスです。では吸いながら一度右手左足前後に伸ばして、吐きながら下ろします。では反対です。一度息を吸います。吐きながら左手と右足を前後に伸ばして、左手はだいたい床と平行です。左手は前から引っ張られるようなイメージで、右足は後ろから引っ張られるようなイメージで長く伸びます。では次の吐く息で左肘、右の膝、お腹の下でつけていきましょう。呼吸を繰り返します。お腹を使いましょう。では吸いながら左手右足前後に一度長く伸ばします。吐きながらゆっくり下ろします。では続いてお尻サイドを使いたいと思います。それでは今四つん這いの状態で、一度息を吸いながら右手と左足を前後に伸ばします。ではここから右手を横に開きます。横に開いて、そして反対の足、左足を横に伸ばしていきましょう。ここでキープです。左足はちょっと下げても大丈夫です。では吐きながらゆっくりと下ろします。 OK です。では反対で同じ動作を行います。では左手と右足を前後に伸ばします。では左手を横に開いて、右足を横に開きます。このような状態です。足は下げても全然大丈夫です。OK です。ではゆっくりと下ろして一呼吸を入れます。それでは次の吸い息で右足を両手の間に一歩足の裏をつきます。左足を後ろに引いて、足の甲は床、つま先は後ろです。吸いながら上体を起こして両手を太ももに重ねます。吐きながら腰を真下に下ろします。お膝が前に出すぎている場合には後ろの足を引いて調節です。安定したら両手を体側に下ろします。吸いながら両手を広げて天井に伸ばします。吐きながら肩リラックス、お顔正面または斜め上を見上げて、左太もも前面を気持ちよく伸ばします。胸、肩は緩めておきましょう。では吐きながら両手を下ろして、左足のつま先を立てます。お尻をかかとに乗せて、指先で体を支えて、右足つま先天井です。このままキープ、または吐きながら上体を倒します。どちらでも大丈夫です。右の足の裏側が気持ちよく伸びるところでキープします。呼吸を繰り返します。では吸いながらお尻を上げて、足の裏床について、両側に手をついて、右足後ろで四つん這いです。では反対で同じ動作を行います。吸いながら左足を両手の間に一歩、右足を後ろに引いて、足の甲は床、つま先は後ろです。吸いながら上体を起こして両手を太ももに重ねます。吐きながら腰を真下に下ろします。お膝が前に出過ぎている場合には足を後ろに引いて調節です。両手を体側に下ろして、吸いながら両手を広げて天井に伸ばします。吐きながら肩リラックス、胸を緩めて、お顔正面または斜め上を見上げ、右の太もも前面を伸ばします。
では吐きながら両手を下ろして、右足のつま先を立ててお尻をかかとに乗せます。指先で体を支えてつま先は天井です。このままキープ、または吐きながら上体を前に倒します。どちらでも大丈夫ですので、心地よいストレッチを味わいましょう。では吸いながらお尻を上げて、足の裏を床について、両側に手をついて、左足が後ろ、四つん這いです。四つん這いに戻ったら一度息を吸います。吐きながらお尻をかかとに下ろして、手を前に伸ばしておでこをつけて、一度チャイルドポーズでリラックス、お休みです。両手のひらの力をふわーっと抜いて、背中腰をしっかりと緩めましょう。それではこの後ダウンドッグになりますので、腕を伸ばして、手のひら全体でマットに触れます。指と指の間は等間隔に開いておきましょう。それでは吸いながらお顔を上げて、両手の間を見ます。つま先を立てて、吐きながら手のひらでマットをして、お尻から引き上げてダウンドッグ、下向きの犬のポーズです。手と足の距離が近すぎたり遠すぎる場合は、足の方を動かして調節をします。お膝を曲げても、かかとがマットから浮いても大丈夫ですので、その分しっかりと背中を伸ばして、お尻を高い位置に持っていきます。目線は両足の間かつま先を見ます。手のひら全体でマットをして、その力を背骨からおへその下、お尻まで高く伝えていきましょう。では次の吸い気でお顔を上げて、両手の間を見ます。つま先を立てて、手首の真上に肩を持ってきて、足を少し後ろに引いてプランク、板のポーズです。では次の吐く息でお膝、足の甲を下ろして、肘を後ろに引いて、両手の間に胸、お腹を下ろします。それでは肘を手のひらがあるところについて、スフィンクスのポーズです。一度上体を引き上げて、お顔を正面に向けます。腰を緩めます。ではこの後、肘をついたままのプランクになります。では両足のつま先を立てて、腰を持ち上げます。では3回だけお山を作ります。吸いながらお尻を持ち上げて、山の形にしましょう。では吐きながら平行に戻してプランク、吸いながらお尻を持ち上げて山を作ります。ナイスです。では吐きながらプランクに戻ります。腕がきつくなったらお膝を下ろして大丈夫です。吸いながらお尻を引き上げましょう。吐きながら平行に戻します。 OK です。ではゆっくりとお腹を下ろして、肘があるところに手のひらを突き直して、脇を締めて肘を後ろに向けます。吸いながら手のひらでマットをして、上体引き上げてアップドッグ、お顔正面または斜め上を見上げて、腰を気持ちよく反らします。目線を下げて、つま先立てて、吐きながら手のひらで床を押して、お尻を持ち上げてダウンドッグ、下向きの犬のポーズです。一度全身気持ちよく伸ばしましょう。では吸いながら、今度は手の方を体の方に引き寄せます。ではそのまま上体起こしながら、両手を広げて天井に伸ばします。では吐きながら前屈です。両手を体の前についたら、手を遠くに歩かせてプランクになります。ではあと2回行います。手を手前に引き寄せて、上体を起こしながら両手を広げて天井に伸ばします。大きく伸びをして、吐きながら前屈です。両手ついたら、手を遠くに歩かせて、ゆっくりとプランクになりましょう。ではラストです。吸いながら手を手前に引き寄せて、
体の方に来たら吸いながら両手を広げて上体を起こしていきます。天井に伸ばして伸びをします。吐きながら前屈です。両手を遠くに歩かせてプランクになります。それでは吐きながら手のひらで床を押してお尻を持ち上げてダウンドッグに戻りましょう。しっかりと手のひらで体を支えます。肩甲骨と肩甲骨の間を真ん中に寄せて胸をリラックス開いておきましょう。では吸いながらお顔を上げて両手の間を見ます。両手の間までゆっくりと歩いていきます。両足揃ったら吸いながらお膝伸ばして上体半分持ち上げます。吐きながら前屈です。吸いながら両手を広げて上体を起こしてそのまま頭の上で合掌です。吐きながら両手を胸の中心に下ろして親指を胸の中心に当てて指先を見て呼吸を整えます。それではお顔正面、両手を体側に下ろします。太陽礼拝です。吸いながら両手を広げて頭の上で合掌です。息を吸い切って吐きながら手のひら正面ダイブをするように前屈です。お膝曲げても大丈夫です。吸いながらお膝伸ばして上体半分持ち上げて斜め遠くを見ます。吐きながらお膝を曲げて足の外に手のひら、吸いながら片足後ろに引いてプランク板のポーズです。では続いてサイドプランクです。右足の小指側、左足の裏を床につけて吸いながら左手天井、目線は左手の指先です。でこのままでもいいですし、左足を右足に乗せてもどちらでも大丈夫です。肩リラックスです。いい感じです。では吐きながら左手両足元の位置に、今度は左足の小指側、右の足の裏を床につけて吸いながら右手が天井です。このままでもいいですし、右足を左足に乗せても OK です。では吐きながらゆっくりと右手を下ろして両足元の位置に戻してプランクです。吐きながらお膝、足の甲を下ろして肘を後ろに引いて両手の間に胸、お腹を下ろします。吸いながら手のひらで床をして上体を起こしてアップドッグです。目線を下げてつま先立てて、吐きながら手のひらで床をしてお尻を持ち上げてダウンドッグ、下向きの犬のポーズです。手のひら全体で床をしてその力を背骨からおへその下、お尻までしっかり伝えていきます。目線は両足の間かつま先を見ます。肩をまっすぐ伸ばして気持ち背中を真ん中に寄せていきましょう。深い呼吸を繰り返します。では吸いながらお顔を上げて両手の間を見ます。両手の間までゆっくりと歩いていきます。両足揃ったら吸いながらお膝伸ばして上体半分持ち上げます。吐きながら前屈です。吸いながら両手を広げて上体を起こしながらゆっくり頭の上で合掌です。吐きながら両手を胸の中心に下ろして親指を胸の中心に当てて指先を見て呼吸を整えます。ではお顔正面、両手を体側に下ろします。では次が最後の太陽礼拝です。途中にヒップアップ、お尻を使う動きを入れます。では吸いながら両手を広げて頭の上で合掌です。息を吸い切って吐きながら手のひら正面ダイブをするように前屈です。お膝曲げても大丈夫です。吸いながらお膝伸ばして上体半分持ち上げます。吐きながらお膝を曲げて足の外に手のひら、吸いながら片足ずつ後ろに引いてプランク板のポーズです。吐きながらお膝、足の甲を下ろして肘を後ろに引いて両手の間に胸、お腹を下ろします。脇を締めたまま吸いながら上体を起こしてアップドッグ。
目線を下げて、つま先立てて、吐きながら手のひらで床を押して、お尻を持ち上げてダウンドッグです。一度全身気持ちよく伸ばしましょう。しっかりと手のひらで床を押すことで、手首から肘、肩まで長く伸びます。では次の吸い気でお顔を上げて両手の間を見ます。右足を手と足の距離のちょうど中間地点に置きましょう。でそのまま左足を床と平行ぐらい、または少し引き上げても OK ですので持ち上げます。でそのままご自身のペースで左足を縦に揺らしましょう。それではゆっくり動きを止めて、今度は左足を後ろから右足にクロスして、右足の小指側に左の足の裏を床につきます。では吐きながら上体を少し足に近づけてストレッチです。両手と肩、肘の力を抜いて大丈夫です。ではゆっくりと上体をまた引き上げて、左足を元の位置に戻して、右足も後ろに引いて一度ダウンドッグに戻りましょう。呼吸を整えます。では今度は反対です。左足をちょうど中間距離の地点に置きます。でそのままふーっと膝を伸ばしながら右足を引き上げていきましょう。高く伸ばしすぎなくて大丈夫です。ではご自身のペースで右足を縦に揺らしてお尻を使います。ご自身のペースで大丈夫です。ではゆっくり動きを止めて、その足を後ろからクロスして、左足の小指側に足裏をつきます。吐きながら肩、肘、力抜いて、少し上体を足の方に引き寄せて、足の裏側気持ちよく、太もも裏など気持ちよく伸ばしましょう。では吸いながらお顔を上げて、右足を後ろに戻して、左足も後ろでダウンドッグです。ではこのレッスンでは最後のダウンドッグになりますので、全身気持ちよく伸ばします。手のひらでマットをして、その力を背骨からおへその下、お尻まで高く伝えます。首の後ろリラックスで呼吸を繰り返しましょう。では吸いながらお顔を上げて両手の間を見ます。両手の間までゆっくりと歩いていきます。両足揃ったら吸いながらお膝伸ばして、上体半分持ち上げます。吐きながら前屈です。お膝曲げても大丈夫です。吸いながら両手を広げて、上体を起こしながら、そのまま頭の上で合掌です。吐きながら両手を胸の中心に下ろして、親指を胸の中心に当てて、指先を見て呼吸を整えます。ではお顔正面、両手を体側に下ろします。では続いて下半身を強化します。ふくらはぎや太ももの筋肉を使います。それでは吸いながら両手を広げて、頭の上で合掌です。でそのままかかとを持ち上げて、つま先立ちになります。では吐きながらかかとを下ろして、お膝を曲げて、少し両手を前に倒して、目線は両手を見て、椅子のポーズです。では少し繰り返します。吸いながら両手伸ばして、お膝伸ばして、かかとを持ち上げます。吐きながらかかとを下ろして、お膝を曲げて、両手を少し前に、椅子のポーズです。では吸いながら伸びます。ゆっくりとかかとも持ち上げましょう。
では吐きながらかかとを下ろしてお膝を曲げて椅子のポーズです。ではラストです。吸いながら伸びてかかとを持ち上げます。では吐きながらかかとを下ろしてお膝を曲げて椅子のポーズです。少しキープしましょう。では吸いながらお膝を伸ばして両手を天井、かかとは下ろしたままで大丈夫です。吐きながら両手を広げてゆっくりと下ろします。それでは鼻から息を吸って、吐きながら左足を大きく後ろに一歩引きます。かかととかかとを一直線に乗せて、左足のつま先だけ斜め45度から90度外側に向けます。安定したら骨盤を正面に向けます。吸いながら両手を広げて頭の上で合掌です。吐きながら右のお膝を曲げて、ビラバドラアーサナワン戦士のポーズ1です。足の幅が足らないときは後ろの足を引いて調節をします。両方の足の裏を均等に使って下半身を安定させましょう。それと反対に上半身は軽やかに楽にリラックスして上に伸びていきます。とっても綺麗です。では吐きながら骨盤を左、両手を肩の高さ、目線は右手の指先遠く、ビラバドラアーサナ2戦士のポーズ2です。足の幅が足らないときは後ろの足を引いて調節です。右のお膝は正面に向かって垂直に向けておきましょう。両手を長く伸ばして肩はリラックスです。では右手のひらだけ上に向けて、吸いながら右手が上、左手が太もも裏、上体反らしてリバースウォリア、右体側伸びます。では吸いながら上体を起こして両手肩の高さ、右膝伸ばして、吐きながら左のお尻が後ろ、右手が引っ張られるように上体倒して、左手天井、目線は左手の指先です。右手は足の取れるところで大丈夫です。太ももでもすねでもどこでも大丈夫です。しっかりと胸を開いて呼吸を繰り返します。いい感じです。それでは右の膝を少し曲げて緩めます。では両手を右足の外側につきます。では左足のつま先を立てて、ゆっくりと右足に体重を乗せながら左足を持ち上げます。両手を少し前の方に移動させましょう。でこのままでも大丈夫ですし、安定している場合だけ右手を離して上に伸ばします。目線は床でも横の壁でもどちらでも大丈夫です。ねじった半月のポーズです。ではナイスです。吐きながらゆっくりと右手左足を下ろして右足に揃えます。吸いながら頭が最後になるようにゆっくりと起き上がります。呼吸を整えます。何度か深い呼吸をします。では反対で同じ動作を行います。一度息を吸います。吐きながら右足を大きく後ろに一歩引きます。かかととかかとを一直線に揃えて、右足のつま先だけ斜め45度から90度外側に向けます。では骨盤をしっかりと正面に向けましょう。吸いながら両手を広げて頭の上で合掌です。吐きながら左の膝を曲げて、ビラバドラアーサナワン戦士のポーズ1です。足の幅が足らないときは後ろの足を引いて調節です。右の足の裏でもしっかりと体を支えましょう。胸も伸びてポジティブになるポーズです。では吐きながら骨盤を右に向けて、両手を肩の高さ、目線は左手の指先遠くです。足の幅が足らないときは後ろの足を引いて調節です。
お尻が後ろに引いていかないように少し突き出すようなイメージで骨盤を立てて、上体を真上に引き上げて肩はリラックスです。とっても力強いです。では左手のひらだけ上です。吸いながら左手が上、右手が太もも裏、上体反らしてリバースウォリア、左のお腹伸びます。では吸いながら上体を起こして、両手肩の高さを膝伸ばして、吐きながら右のお尻が後ろ、上体前に倒しながら右手が天井、左手は足の取れるところを取ってキープします。胸引き上げて呼吸を繰り返しましょう。ナイスです。ではゆっくりと左の膝を少し曲げて緩めます。それでは両手を左足の外について右のつま先を立てます。ではゆっくりと左足に体重を乗せながら右足を引き上げます。では両手を少し前に歩かせましょう。でこのままでもいいですし、安定している場合だけ左手が天井です。目線は床でも横の壁でもどちらでも大丈夫です。OK です。では吐きながらゆっくりと左手右足を下ろして左足に揃えます。吸いながら頭が最後になるようにゆっくりと起き上がります。はい、では続いて木のポーズを最後に立ちポーズとして行いたいと思います。ではまず右足で体を支えます。右足に少し重心を乗せましょう。では左足の裏を内くるぶしかふくらはぎの内側か太ももの内側に当てます。どこでも大丈夫です。では両手を胸の前で合掌して、吸いながら両手を天井に伸ばします。呼吸とともにキープです。OK です。では太ももの内側に足を乗せている方は足を太ももに乗せましょう。でそれ以外の方は足裏をちょんとつま先を床にクロスしておきます。でそのままお膝を曲げます。で両手を胸の前で合掌します。こっちに足をつけている方はこのような体勢でキープします。どちらでも大丈夫です。お尻伸びます。では吸いながら少しお膝を緩めてから足を下ろして、両手を下ろして呼吸を整えます。バランス力や体幹が鍛えられます。では今度は反対です。左足に体重を乗せます。安定したら右の足の裏を内くるぶしかふくらはぎの内側か太ももの内側に当てます。どこでも大丈夫です。それでは両手を胸の前で合掌です。吸いながら両手を天井に伸ばします。ここでキープです。それでは足を太ももに乗せるかクロスしてつま先を床に下ろします。でそのままお膝を曲げながら両手を胸の前で合掌します。でお膝を曲げる角度はご自身の好きな角度で大丈夫ですので、右のお尻が気持ちよく伸びたらキープです。ナイスです。では少しお膝を緩めてから右足を下ろして、上体を引き上げて両手を下ろします。はい、お疲れ様でした。立位ポーズは以上です。座ってクールダウンをします。
では座りましたら、足の裏と足の裏を合石にして、かかとを体の方に引き寄せます。では両手でつま先を包むように触れて、お尻を突き直して安定させましょう。真ん中で動きを止めて、お膝を縦にパタパタパタと揺らして、股関節を緩めながら下半身をリラックスさせます。今日たくさんちょっとね、下の、あの足の筋肉使いましたので緩めてあげましょう。ではゆっくり動きを止めて、一度息を吸います。吐きながら上体を前に倒して、内股を開きながらストレッチです。両手は足の上に乗せても、足の前の床に下ろしても、どちらでも大丈夫です。やりやすい方でキープします。呼吸を繰り返します。では吸いながらゆっくり上体を起こして、足の裏を合わせたまま、かかとを少し 3-40センチ前に出して、お膝をくの字型にします。両手は足の近くか足の外、または手のひらを上にして、ふくらはぎの外側に出します。どちらでも大丈夫です。吐きながら上体を前に倒して、貝のポーズです。小さく閉じながら上体を前に倒して、お尻を横に開いて伸ばしてくれるポーズです。では吸いながら上体を起こして、両手を外に出している方は片手ずつ抜きましょう。それでは最後、両足を伸ばして長座になります。お尻のお肉を外に出して、骨盤を立てます。つま先は天井に向けておきましょう。両手を肩の下に下ろします。吸いながら両手を広げて、頭の上に伸ばします。吐きながら上体を胸、お顔の順番で倒しながら前屈です。両手は足の上でも床でも足の裏でも、フックを親指に引っ掛けてもどこでも大丈夫です。心地よいところが決まったら、ゆっくりと背中、肩、首の後ろを緩めて、深い呼吸を繰り返します。それでは吸いながら、頭が最後になるようにゆっくりと起き上がります。起き上がってきたら楽な姿勢で座ります。それでは本日のレッスンは以上です。いかがでしたでしょうか。しっかりと筋肉を使って気持ちよく体を動かすことができましたか。それではまた次回のレッスンでお会いしましょう。ありがとうございました。